ラウーラ・バセットは、イングランドの女子サッカー選手。1983年8月2日、イングランドのウエースト・ミッドランズヌニートン出身。少女時代からサッカーを始め、9歳で、ベドワースガールズに入団。サッカー選手としてのキャリアを歩み出す。1997年、コベントリー・ユナイテッド・レディースに、加入、3シーズンプレーをした後、バーミンガム・シティエル FC へ移籍。 途中の2006年、アメリカ合衆国の US セル W リーグに所属するニューヨークマジックにレンタル移籍を経験した以外は7シーズンをバーミンガムでプレーした。その後、アーセナル LFC、リーズカーネギー LFC を経て2010年に古巣のバーミンガムシティ LFC に復帰してプレーした。2014年シーズンはチェルシー LFC に移籍して1年間プレー。 2015年シーズンは、ノッツカウンティル f c に移籍した。バセットは 2002FIFAU-19、女子世界選手権の予選を兼ねた UE、UEFAU-19 女子選手権2002に、出場する U-19 女子代表に招集されて、以来、国際キャリアを積み重ねた。2002FIFAU-19 女子世界選手権では、グループリーグ3試合と、 決勝トーナメント初戦の U-19 カナダ女子代表戦の4試合すべてに先発出場した。2003年にイングランド女子代表に初招集された。2009年の女子欧州選手権、2011年の女子ワールドカップ、2013年の女子欧州選手権にそれぞれイングランド女子代表として出場した。2013年女子欧州選手権の一時、 リーグ初戦の対女子スペイン代表戦では後半、ロスタイムに代表初ゴールを挙げている。2015年、女子ワールドカップに出場、一時、リーグ2試合と決勝トーナメント3試合に先発フル出場。準決勝の女子日本代表戦では、1から1の後半アディショナルタイムに、川澄直美が、イングランドのゴール前、ペナルティエリアめがけて放った、アーリークロスをクリアしようとした際に、 自陣ゴールにボールを蹴り入れてしまい、日本の決勝点となるオーンゴールを与えてしまった。その後、女子ドイツ代表との3位決定戦では、先発フル出場し、ドイツの攻撃を防いで1から0の勝利を収めて、イングランドの3位に貢献した。ありがとうございます。